ではですね、中学3年生の社会について確認していきたいんですけれども、今日はこちら、憲法改正の手続きについてですね、この憲法改正、どういうふうにですね、手続きしていくのかなについてちょっと確認していきたいと思います。さあ、日本国憲法ですね、こちらの方をですね、改正していくためにはですね、国の最高法規と言われているだけあって、これ以上の決まり事はないわけですよね。それなので、非常にですね、慎重にですね、改正をしていかなければいけません。まず、憲法審査会または衆議院の100人以上の賛成、参議院議員50人以上の賛成ですね、による改正原案がまず出されます。ね。で、それ改正原案が出されました後、国会で審議がされます。で、衆議院、もしくはね、参議院が先に来る場合もあるんですけれども、総議員ですね。総議員の、3分の2以上の賛成です、ね、総議員の3分の2以上の賛成がないと通過しません。3分の2未満の賛成ですと廃案という形でなくなっちゃいます。で、例えば衆議院でやったんだったら今度は参議院になりますので、こちらも全く同じ内容ですね、総議員ですね、出席議員ではありませんので気をつけてください。総議員ですね、総議員3分の2以上ですねの賛成が必要です、ね、この賛成があって憲法改正の発議というのが出せます。これはつまり国民に対してこういった憲法の改正案が通ったんですけどどうですかという形でですね、国民に決めてもらいますね。日本は国民主権ですから、国民が政治の決定権を持ってますので、それなんでまだここまでだと憲法改正できないんですよ。国民に問うて国民が承認しなければいけません。はい、それなんでそのためには国民投票という形で投票してもらいますね。はい、国民に決めてもらうわけだからね、この発議で出しまして、じゃあいついつに投票していただきますので、ね、よろしくお願いしますっていう形になるわけよ。で、それで国民投票になるわけですね。はい、そうすると、有効投票ですね。国民が投票しまして、有効投票の、はい、ここで気をつけてほしいのが3分の2じゃありませんよ。過半数ですね。なんで、ほとんどの国民の人が納得しなければ憲法を変えることができません。ね。過半数ですね。の賛成で、ようやく憲法改正に行けます。これで国民が承認したっていうことですね。で、最後、誰が交付するのかというと、やはりですね、象徴となっております、天皇ですね。天皇が国民の名において交付という形になります。それなんで、憲法を改正するためには、これだけのね、手続きをしていかなければいけませんので、それだけ非常に大事なことなんですね。ぜひとも皆さんもですね、こういった、まだちょっと年内的に投票はできませんけれども、これからあと3年も経てばですね、選挙権ももらえますので、ぜひともですね、皆さんですね、こういったですね、投票や選挙に関しては、ぜひとも行ってもらいたいと思います。積極的に自分の意見をですね、主張できる場所になりますのでね、こういったところをぜひね、やってみてください。はい、ということで憲法改正の手続きについてちょっと確認させていただきました。ぜひともまたですね、よく見直してもらいたいと思います。非常によくこれ出てきますのでね、押さえておいてください。では、本日の社会ここまでになります。また次回お待ちしております。じゃあねー。